はい、おじでーす。さあ、お昼なんでね、ちょっとお昼ご飯食べながら、今日は久しぶりにお味噌汁作ったっていうかね、ごちょごちょ入れた。じゃがいも1個あったのと、残ったと玉ねぎ1個残ってて、昨日、人参がね、ほんと、なんか8本ぐらい入って198円ちっちゃいのね。それ買ってきたんで、それ買って、何作ろうと思って。で、なんか揚げも買ってきて、今ね、お味噌汁のしょぼれが、お肉も入れて、なんか、わけのわからないものになってる。で、すげえ悲しかったのが、海苔買ったんだよ。海苔買って、この間1枚焼いて食べて、そのまんま置いといたんだよ。食堂に。で、先日見たら、もう、べちゃべちゃで、湿気で、もう乾燥剤が全然役に立たないの、口開いてると、べちゃべちゃ、ってなった感じで、もう、今、パリッパリにしたけど、もう美味しくないんだよね、海苔。ほら、もう湿気ちゃって、捨てるのもったいないからさ、1枚しか食べなかったよ、ちゃんと。最悪、あ、そろそろ唐辛子なくなったからまた四季屋行こうかな。よし。四季屋さ、クーポンが向こうね、レシートについてるクーポンが無効になったらなんか行く気なくなっちゃうよね。30円引きのクーポンついてるからなんか期間以内にまた買いに行きたいなと思うけど、なんかクーポンの切れ目が円の切れ目じゃない？なんとなく、うん、まあ楽天モバイルも同じだね。ポイント還元の切れ目が円の切れ目だよね。はい、今回はね、これ成功者続出ね。先日このニックネーム設定ね、やっぱニックネームの方が見やすいよねということで、解説いたしました。さあ、一番乗りからね、紹介しましょう。はい、風呂吹温泉さんね、ニックネーム設定したよ、ちゃんと反映されてるかなってことでね、ちゃんと反映されてるよね。こうやってニックネームちゃんと設定してくれてるとね、こうやってコメント拾った時にすごく紹介しやすいよね、ほんと。横文字数字さんよりはね、はい、第2号はライオットさんね、テストです、設定反映されてるでしょうかね。はい、バッチリ反映してますよね、やっぱこの方がいいよね。はい、次はね、日産ジュークに乗りたい男さんね、日産ジュークに乗りたい、何乗りだっけかなんとか乗りだったけど、あんま長くてね、おじ変更したけど大丈夫、ハンドル長くなってダメなので短くしていますね。そうなんだね。このアットマークのやつは文字制限があるらしい、どうもね。でもいいよ、この方が分かりやすくてね。はい、メッケンラッキーさんもね、分かりやすいね、本当。おじいつもご苦労様です、とても良い朗報ありがとうございます、感謝感謝です。いや、おじいも本当ね、これは視聴者さんがね、投稿なかったら気がつかなかったんで、ニックネームを表示するなんだっけ、アプリがね、使えなくなっちゃったんで、仕様変更でずっと悩んでたんだけど、まあその仕様がなくなったね、うん、やっぱこの方がいいよね、本当。だって視聴者同士のコミュニケーションの時もね、横文字記号さんってなんか引用するじゃん、あれどうやってやるのか分かんないんだけど、まあ、返信ってやると勝手につくのか、いっぱいいる場合誰にってちょっと困るけどね。でもあれもさね、横文字記号さんじゃんね、だあれ見ててもなんかつまんないもんね、誰に言ってるんだろうって。いろんな内容でこう盛り上がれば盛り上がるほど、
アットマーク横文字記号者に書いて、どういうコメントなんだこれって分かんないよね本当。はい、リニアモーターカー社だね、DJレンジさんだね、おじいのおかげで俺にもニックネーム設定できた、おめでとうね、ちゃんとニックネームできてるよほらね、はい、おめでとうございます、しっかりと反映してるよ、ね、はい。でなんとね、盲目の旅人さんね、元気なおじいお疲れ様です、少し迷いましたができましたね、素晴らしい盲目さんね、本当目がね不自由な方なんだけど、すごく頑張る、うん、おじいが一番びっくりしたのはヘッドホンのここのパッドボロボロになるじゃんね、でおじいがイヤホン紹介してたらね、ヘッドホン紹介したらね、今使ってるのがもうボロボロになっちゃったからね、買い替えようかなってね、言ったらね、いや買ってどれぐらいなの、ね、気に入って使ってたんだけど、高いやつ使ってんだよ、すごくいいやつを、もったいないよそれってね。でもそのパッド交換もおじいが紹介ね使ってるようなのって、ベリンって取ったらまたベリンって入れれば OK なんだけど、モンゴさんのやつは外す、だからテープかなんかしてあるみたいで、あ、大変なやつだったんだよね。これでもね、自力で頑張って交換したよっつってね、わすげえなーと思って、ね、やればできる、ね、でもすごいチャレンジ精神がすごいよね本当。ネットの中の設定からここのところをこうやって変えるとできるよっていうのもね、本当かなり頑張って苦労してると思うけどね、しっかりと反映できてます、うん、桃子さんおめでとう、ちゃんとしっかりとできてるよ、ね、はい、これね、うん、はい、スカイプでパソコン教師さんね、元気なおじいありがとうございます、ね、じゃん、ニックネーム変更できましたね、はい、おめでとうございます、ね、まあそういうことでね、まあどうせ元気なおじいのね、こういう動画ね、まあ見ねえ人も多いからね、でも見てくれた方はちゃんとニックネームができたから、なんか気分的に良くない、コメントしないで見てるだけの人は、まあ、全然関係ないかもしれないけど、コメントした時にやっぱ数字と英語さんよりは名前があった方がいいよね本当、うん、で、まあ、前はねこのぐじゅぐじゅのこの記号がスタートした時は英語と数字しか使えなかったからね、今みたいになっちゃったんだけど、あれもさ期限があって、何月いつまでに自分の好きな文字列を入れると設定できるって、だからおじいもほら元気なおじいって入れておいたんだけど、その期限を過ぎちゃったらもう変更できなくなりますって、ってね、謎の嫌がらせ仕様だったね、あれびっくりだったね。まあでもこうやって元に戻ったんで、まあ結局いろんなユーザーからの反発多かったんだろうね、使いにくいっつって、ね、はい、そういうことです。まあ今回はね本当たくさんの方が 1,2,3,4,5,6,7 人の方がね、ニックネーム設定してくれたので、おじいもものすごく見やすいです、ね、やっぱね動画管理する方もそうだし、やっぱコメント拾いやすくなるよね、紹介しやすくなる、うん、でこうやってコメント拾っててもさ、やっぱりそのニックネームが表示されてると、そこのチャンネルとかね、あこの人いるなとか、この人コメントあよく発言しようなとか、やっぱそうやって分かるもんね。確かにサムネで判断もできるけど、でもやっぱニックネームって大事だよね本当、うん、おじいはあれだったよ、楽天リンクおじいとかリンクにしてるけど、うん、登録してる人以外は表示しないになってんだけど、
登録失敗した以外って電話どうなってんだろうね。あの番号だけだよね、表示って多分。で、いろんななんか書くじゃん、番号。で、そしたらさ、表紙見てびっくりしたね。元気なおじいの時に表紙見てびっくりしたって言われて、ん？つってね、あっと思って。楽天リンク、あれ、よし、ニックネームって、よしあしだよね、本当。動画ばっかりやってるから、元気なおじいのニックネームでやってるけど、全然関係ない、ね、身近な世界の人たちはびっくりするよね、かけたら。それを何人か言われて気がついた。ああ、と思って。はい、そういうことだよね。おめでとうございます。まだニックネームを設定していない方は、ね、俺は記号でいいんだっつってね、やってんのか。特定のつまんねえ動画以外は見ねえよっていう人なのか、サムネとタイトルだけでしか判断してねえ人は、何のことか分かんねえ。でもいろんなね、おじいのチャンネル見てる人もいろんなところでコメントする人っていると思うんだよ、おじいのチャンネル以外でね。だってコメントする人って、そうやって率先してコメントする人だから、性格がね。で、他のチャンネルでも、自分のやつがね、ちゃんとニックネームで表示されたら、されてたら、やっぱり、基本的に良くない？で、結構目立つよね。おやつって目立つよね、ほんと。おじいのチャンネルだと、まあ、大体おじいが作った動画ね、見る人そんだけ少ねえんだけど、でも、コメント欄見てると、やっぱり、常連さんがコメント書いてる。で、常連さん以外は、コメント書いないね。みんな見ててくれてる人だからね。だからそんなもんなんだよ。だから、こういう仕様変更って、いろんな人に伝えたくても伝わらないんだよね、情報発信しても。昔はさ、こんなね、なんだっけ、なんていうんだっけ、ブラウザにほら、アドオンか、これ入れるといいよとかってね、おじいありがとう、表示できるようになったって、あんだけ盛り上がってたのに、今回は全然盛り上がらないってどういうこと？そんな情報知ってるよってね、とっくに知ってるよって言うんだったら、ニックネーム設定の人がいてもいいはずじゃん。でも、10のチャンネルではいないじゃん。ね。この間なんだかのコメントのね、かなさん、ね、かなって入ってたんで、あれ？と思ってね。あの人のコメントがなかったら、おじいも調べに行かなかったんで、なんでこの人はこうなんだろうって、ずっと思って、どうしてなんだろうってね。で、どんな裏技があるんだろうって、おじいは、最初考えたんだよ。でも、昔のルール、あの当時ダメだったから、今もダメとは限らないから、チャレンジしてみたんだよ。そしたら、元気なおじいで成功したので、これはもう皆さんにね、早くお伝えしたいなと。で、動画作ったら、だいたいどんな動画でもさ、100とか200ぐらいは回るじゃん。この動画もさ、100とか200は回ってるんだよね。再生数がね。でも、できたよーってコメントくれた方が、7人。ね、7人なんだよ。そうすると残りの100人以上の人は、
設定したのか設定してないのか、それとも見るオンリーの人でコメントしない人なのか、何なんだろう、うん、と思った。これねもう4日ぐらい前だよ、4日5日ぐらい前だよ、今これ3日前、4日前ってなってるけど、5日ぐらい前かな、これ昨日用意しといたやつだから、うん、ああしかし暑い、あやっぱり冷たいもの食べたい、そうめんとか、人参いっぱい買ってきちゃったから作ったけど、なんかごったにいっぱい作っちゃったけど、暑いわやっぱり、うん、しかも圧力鍋で何度も圧力かけたんだよね。そしたらじゃがいもが溶けて何肉じゃがの溶けたみたいになっちゃって、おい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 、もう汁がじゃがいも汁になってるもん。暑いからゆっくり食べよう。はい、そういうことでね、一応成功者が続出ということで、元気なおじいのチャンネルでは7名様がニックネーム設定成功しましたね。あとはね、出てくるのかな、これ以外にね、うん、知らなかったーっていう人も出てくるからね、気がつかなかったよ、本当ってだってしつこいほど動画作んないと気にしない人っているからね、うん、そんな鈍感なあなたのために今回の動画を作ってます、うん、海苔まずい、すっごく海苔まずい、しけ思いっきりしけたのを思いっきり炙って、見た目はパリパリなんだけどベチャっとしてる、焼く前の海苔食べてるみたい。ついてないな今日は、両足ここ痛くて歩くのちょっと大変なんだよ今日、めちゃめちゃ痛いんだよ。朝起きた時はね そんなに痛くなかったんだけど、まあ毎日足変なんだけどさ、なんか特別なことしてないんだけどね、足痛いんだよ、うん、だから毎日変なもんばっか食ってると体に悪いからね、たまにはこうやって味噌汁でも作って食べないと、うん、中谷のお味噌汁美味しいからね、でも添加物だけだよね、どうせね、うん、うん、おいしい、かつお節入ってるからね、ちゃんとシュッ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 ってやって、うん、香りもいいよ、かつお節入ってると、うん、体には煮干しがいいけどね、うん、煮干しでね出しとるのってでもすごい大変だよねあれね、まあ、煮干しそのまま入れっぱでいいんだけどさ、でもどれぐらい入れたらどういう出してんのか難しいよ煮干しは。あと煮干し高いしね、昔さ煮干しってそんなに高いものじゃなかったけど最近高いよね見ると、かつ節だとさおじい買ってるかつ節すごい安いんだよ、
2本入っていくらぐらいだったかな、1000いくらぐらいなんだよ。で1本あると結構使えるからね。だって1年に何回も買うもんじゃないじゃん。かつ節結構持つからさ、それ考えると自分でかつ節買えた方が安いんだけどね、うん、安くて美味しいかつ節ね。でも体には煮干しがいいんだよ。煮干し買ってこようかな。うん、汗だくだ、シャワー浴びよう。うん、美味しかったけど、あ、暑い、あー暑い。はあ、ごちそうさまでした。はい、ニックネームを設定した方ね、おめでとうございました。これから設定する方ね、もう早く他の人よりも先にね、もうトレンド何に乗ろうよ、ニックネーム設定しようよね。はい、そんなわけで終わります。じゃあね、バイバイ。